ジュニアの頂点に向けたリーグ戦での奮闘、3人が3人、成果も因縁もあり、故にまだ戦いは始まったばかり。小川義成が先頭、そしておなじみのマスクで鈴木小太郎、最後にクリス・リージュウェイ。その戦略、底なし沼のごとし小川義成、深みを増す鈴木小太郎という世界観。今年5月初参戦からクリス・リッジウェイ、加速あるのみ。さあ、場内の空気がまた一層暑さを増します。ジュニア戦線熟成の夏2019、そのトップリーグのメンツに一人、やはり動向が気になる箱舟の顔がやってまいります。前を行くわ、田中実。ジュニアヘビー級頂点の男に広き、そして姿を現したのは丸藤直道。ありがとう。セクシュパンのイゴー大舞台、ヒロキ。ジュニアヘビー級チャンピオン、ザ・スペシャルワン、20分の田中実。現第39代 THC ジュニアヘビー級王者、田中実。丸藤直道。そして丸藤直道、突っ走る時が来たと、新生プロレスリングノア、箱舟の顔。6人が6人、動向は気になるばかりの夏です。 7.27 川崎の舞台。さあ、佐久間さん、はい、これはジュニアヘビー級戦士5人、うん、はい、さらにあの丸藤直道登場ということで、どれだけの戦い、どんな風に見せてくれるかということですよね。はい、そうですね、これ非常に一つ一つの顔合わせがね、楽しみな戦いになりますよね。はい、まあ、丸藤もね、もともとジュニアの選手ですし、はい、まあ、体重的には現在もジュニアの選手ですから、まあ、本当最高峰の、ね、メンバーが6人揃ったジュニアの戦いみたいな見方もありますし、丸藤と小太郎は8月4日に一騎打ち控えてますからね、はい、まあ、かなりお互い意識するところあると思いますからね、それは、まあ、僕もうすでに小太郎は先陣切る気満々ですからね。やりますかね、いきなり、はい、これは楽しみですね。丸藤コール、はい、小太郎コール、交錯してお互いトップバッターを買って出ました。睨み合いからまだほとんど動きません。少しずつ一歩ずつ歩を進めて、まず最初のアクションはいかに、どちらがという2人の戦いから始まります。8月4日後楽園ホール、丸藤は語りました、太鼓太郎、意味のある一戦だということですよね。はい、そうですね、まあ、やっぱ旗揚げ記念日ですからね、はい、そこで生え抜きメンバーの丸内と生え抜き1号の小太郎が戦うというね、本当に大きな意味合いですし、2人はね、一度しかシングルでも対戦していなくて、はい、まあ、本当にまだ小太郎が新人の頃ですからね、まあ、トップレベルになってからの戦い、シングルがないというね、もう丸内なんか本当にいろんな団体にも出てる選手で、もうやり尽くしたようなカードがたくさんある中で、身近にいたこの後輩との、ね、シングルっていうのがね、本当にトップになってからないという、この顔合わせ、ね、ちょっとピリピリするようなところがありますよね。ちょっとこう長くプロレスリングノアを見ていた方を納得させる、うん、はい、そんなクオリティとワクワク感ですよね。うん、はい、そうですね。あ、クリスが出てまいりました。にじり寄るヒロキがその呼吸一度置いてみせます。でもこういうところも駆け引きなのかもしれませんよね。はい、得意なのは打撃、蹴り、消灯感、空手、キックボクシング、
それからミクストマーサルアーツ総合格闘技の背景がありますね、はい、まあ、あの関節技が、ね、もう多彩ですし、まあ、本当まだ、ね、登場したばかりの選手ですけど一気にこう、ね、ノアジュニア の中心に入ってこようかなという勢いを見せていますしファンのハートもしっかり掴んでいますよね、その巧みな技、うん、サブミッションに打撃もそうなんですけれどもやっぱり必死に立ち向かっていく姿ですよね、うん、はい、そうですね、これねまだまだこう伸び盛りの選手ですから、はい、こうベテランとの戦いとかもね経験していくとどん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 伸びていきますよね。イギリスリバプール出身、7月6日26歳になったばかり、そしてグローバルジュニアリーグでは B ブロック小太郎に唯一の土をつけたわけですね、はい、そうですね、これ土を確かなものが、これうまいですね、腕も捉える、ロープ際ですけど両手をね、完全にロックしましたからね、なんとかロープエスケープしましたがね、うん、ヒロキ、はい、今一瞬こう離れた隙に、はい、ヒロキもね ここで逃げなきゃやばいというところですよね。そのベンレフリーのブラインドをつくような形でクリスが攻め立ててまいります。これをモンゴリアンチョップ、まず胸板、独特の呼吸から、ヒロキもさあスピードアップしてくる、飛び込む、お互いの動き読み合いの中でスパインバスター叩きつけてからです、ライオンサルト、これ読んでましたね。そうですね、読んでいるといえば小川と小太郎、まあ、スティンがここからねこうスピーディーな攻撃見せてきますよ、はい、そして戦いの歴史十分、背景を感じさせながら最新形をと3人が見せてまいります。クリスは蹴りを加えてからフォールの体勢、まずこうしてクリスが突破口を開かんとして、はい、そして小太郎小川、はい、まあ、やっぱこうチーム力といいますかね、試合運びに関しては青コーナーのスティンガーサイドの方が主導権握りそうな気はしますよね。そうですね。さあそして小川はリーグ戦は A ブロック3勝2敗でした。宮脇、原田、そして忠介に勝利しました。はい、まあ、実るという戦いもありました。原田との戦いも、はい、まあ、さすが小川という、ね、フィニッシュを見せてくれましたし、まあ、田中実戦はね敗れはしましたけど、やっぱりテクニカルな部分で、はい、これもさすが小川というところを見せてくれましたから、まあ、シングル戦線、今タックのベルト持ってますけど、やっぱりシングル戦線をもう一回見たいという、ね、ところはありますよね、はい、佐久間さんとなってくるとこの二人の顔合わせがまた刺激的ってことですよね、はい、この田中実との戦いですよね。実が現在のジュニアヘビー級チャンピオン、ドロップキックヘッドスプリング、いや、 やっぱりこうね決勝進出は逃しましたけど、やっぱり田中の状態は非常にいいですよね。そうですね、またその体の張り、パワー、低空飛行のブレーンバスターから2ドロップ、フォールの体勢から腕を捉えようとしてくる、しかしそこはフォールへというのが小川の動き、回る、これも読んでる、上から潰したさせませんね。あ、素晴らしい攻防ですね、膝へのドロップキックです。ちょっともう1手2手先必ず読んでいる2人ですよね、やっぱりこうシングルをやりましたからね、それによってこうお互いの引き出しっていうのが見えたところもあるでしょうからね、はい、これを DDT へ、試合時間は5分経過、さあミノルは小川、宮脇には勝ちましたが、忠助陽平に連敗したのが痛かった、はい、という結果でした。巻き返しへのチャンピオン、まあ、虎視眈々というのは、はい、あるでしょうし、このままじゃおられんということですよね。いや、そうでしょうね、本来ならね、こうチャンピオンとして優勝という、はい、おお、途中へ、はい、敵はいないぞというのを、ね、見せたいはずのリーグ戦だったと思うのでね、確かにそうでした、はい、ここで決勝にも残れなかったっていうところは相当悔しい思いをしているでしょうね。そうですね、そして IHA の膝は昨年グローバルジュニアリーグ優勝者の小太郎、膝を打ってそのままフォールの体勢、それでも今度は膝、ウッドスタンプへ、この辺りは足技、お互い違った軌道で放ってきます。丸藤にタッチ、丸藤と小太郎、お互いがお互い、かつて
三沢光晴さんの付き人だったという、はい、そんなバックグラウンドもありますね。そうですね、まあ、やっぱりこう、ね、似たようなところもあるんですよね。試合運びのうまさであったり、ね、こう呼吸 の、まあの取り方であったりっていうのは、ね、はい、やっぱりこう本当にノアの直系という、ね、育ち方を2人ともしてきてますからね。全くですね。そして随所にそのノア三沢イズムを感じさせながら新たな戦い作り上げる2人はラリアットで、トラースキックから張り手回転しての蹴り、さらにこれは肘でブロックした、流れを見極める、旋回してカウンターはアンバーで返していきました。丸藤に小太郎の攻防、あの丸藤の、ね、ブラインドから飛んでくるトラースキックというのは、はい、なかなか防げないんですけど、小太郎は今防ぎましたよね。あれ、そうですね、あの辺というのは本当にこの動きを研究している成果でしょうね。見えないところから飛んでくるはずなんですけれどもね、はい、あの流れの中でこう予測してブロックしたという感じですよね。そして足をつけさせて水平リッチウェイもこれを食らいましたか。今マルジの方も今蹴ってこいというアピールしましたね。あ、お互いやり合おうじゃないかというそんな一発一発。この、ね、マルジ先ほどの小太郎との攻防は切り返し合いだったんですけど、はい、今度は正面からの打ち合いですよね。やり方変えてきましたね。あ、まあ、そういったこう、ね、幅の広さであったり懐の深さというのをこの戦いの中で見せているというのはね、さすがですよね。さらに顔面。そしてニュースとしてはインパクトレスリングに続いてあの MLW と提携も決まりました、はい、そこに向けてのコメントもあります。丸藤、いや、まあ、丸藤ジャーマンスープレックスホールド。現在はこうユニットにも属していないですし、タイトル戦線でもないだけにいろんな可能性が広がる位置にいるとも言えるんですよね。そこに希望を見出していくのが丸藤直道という生き方、はい、いや、このクリス・リッチウェイとの絡みもね、6人タッグとかで何度か実現しています。結構面白い攻防っていうのはね、見られているんですよね。今アンクルロックを、今度逆足ですね。あ、さらにわまた戻した、もう一度左足へ、ちょっと角度またきつくしましたね、はい、これが得意技の一つでもあるクリス・リッチウェイ、キックで迎撃したのは田中、さらに 前方に投げは、これは道のくドライバーの要領で投げていきました、はい、右腕丸めて捉えるようにして膝、後ろからの一発、しかし2人が飛び込んでくる。さあ、さらに乱戦模様を増してくるか、飛んだのは田中、ここはもう丸藤に勝負託しましたね。いきますね、はい、ああ今足らねりの体勢は脇固めの形、さらに首相撲から膝かかと落とし、そして右のハイキックへ、遺憾なくそのストライキングのスキル見せつけて、もう1回ですかこの攻防、違う、バックスピンキックは叩き落として、これだ視界の外から、さらに膝こう放っていくと返せないか、返した返した、しましたね、いや今一瞬ちょっとクリスが白目を向いているような、はい、からね、そんな表情もありました。どうする、そしてさらなる試みは、小太郎の目前で白縫いを放つと、さすがの3カウント、丸藤直道その道を示してみせます。いや、小太郎とこの作戦になってますね、やってますね、もう、はい、戦いはとっくの昔に始まっていると、この両者、いや、立ちはだかるのは丸藤です。さあ、佐久間さん、はい、感想からいただきたいと思います。はい、やっぱり丸藤のね、こう懐の深さというのが見られた試合だったなというふうに思いますね、あー、襲いかかった、こう見せましたね、はい、やっぱり小太郎との戦いという、ね、シングルを見据えていたとは思うんですけど、はい、その中でも、ね、こうしっかり自分のペースで戦いながらきっちり勝利を掴んでいく、小太郎もかなり丸藤を意識していたと思いますけど、丸藤の方はしっかりこう、ね、試合をまとめてくるという、ね、はい、このその辺の、まあ、実力というのを確かに見せましたね。そうですね、戦いは常に多角的、
10分21秒フィニッシュは知らぬいです。丸藤そしてベルトをめぐる、ね、これは豪華な戦い、はい、まあ、ヒロキと田中としてはタッグのベルトっていうのをね視野に入れてるところもあるでしょうからね。はい、そうですね。元王者組、はい、そして現王者組、タッグのベルトをめぐる戦い、さらにシングルの GHC ジュニアヘビー級タイトル、腰に巻いているのは田中稔。いや、戦いが終わってもこれはもう刺激散りばめられているのか、はい、まだね、緊張感は途切れないですよね。ギラギラのプロレスリングノアの夏はまだまだ始まったばかり。大舞台カルッツ川崎、勝ち名乗りは田中稔、弘樹、丸藤直道。まずは試合を振り返って、まあ俺は、まあ、小太郎と初戦のシングル決まってるから、うん、まあ今日ちょっと触っただけだけども、やっぱり、うん、なんていうのかな、いろいろ懐かしいもの感じるし、まあ、シングルになったらあいつももっともっと来るだろうから、うん、俺も楽しみにしてるし、お客さんはもっと楽しみにしててくれていい、うん、期待は裏切らない。まあ、本当は本来なら今日、グローバルジュニアリーグ戦の決勝の舞台に立ってるはずだったチャンピオンが、ね、こういうところにいるんで、まあ、今日俺が何をするかって言ったら一つしかないと思うんで、とりあえず決勝戦、忠介対早田しっかり見届けますよ。あと、まあ、今日、ね、そんなに頭入れてなかったけど、実際現ジュニアタッグチャンピオンと絡んでみて、思い起こせばジュニアタッグリーグ戦彼ら優勝しましたけど、唯一公式戦土をつけたのは誰だと思いますか。僕らが唯一土をつけてるんで、タッグの方も受ける義務は向こうにあるんじゃないかなと思いますね。ヒロキ君、ええ、もうね、今日の試合でね、まあちょっとフラフラしてましたけど、ちょっと目指すところが分かった気がするんで、田中さんと同じ頭の中だと思います、はい、昔のマルさんとはまた違ったヘビーでやってきたマルさんとは今日初めてかな、当たるの。やっぱあの頃にはなかったね、ここのチョップとかあるし、あ、まあ、非常に本番が楽しみですね。次の試合に向けて一言コメントをお願いします。一言、そうですね、あの17年経てようやくシングルでもう一度当たるんで、俺は17年間全てジュニアにかけてきたんで、その力を全てぶつけます。